はい、どうも。ですね、今回は脱獄アプリの方を入れていきたいと思います。今回入れる脱獄アプリはオートプロテクトというアプリで、外出時のみパスコードを有効にということで、iPod、iPhone のパスコードを、家では無効にするという方法です。はい。でですね、今パスコードを設定してある状態なんですが、その状態ですとロック解除をすると、このようにパスコードを入力ということで求められます。今は、ここで取るために、0000に設定されています。はい。これを家にいるときだけ不要にするという脱獄アプリです。はい。まずはシリアを起動しましょう。今回の脱獄アプリは、で、リポジトリは登録は必要ないですね。もともと入ってるやつで入れられます。検索。検索に、オートピーと打ちます。そうするとオートプロテクトというのが出てきますので、そちらを押します。そうするとこのような画面が出てくるので、インストール。で、実行。はい、ですね、今、さっきはインストールができませんでしたが、シディアの、なんでしょうね、起動し直したら、できました。カメラね、撮ってなかったので、ここから始めますが、今、インストールが終わって、スプリングボードを再起動するところです。では、再起動しましょう。再起動の方が終わりました。よいしょ。でですね、設定を開きます。で、そうしますと、オートプロテクトという項目が増えております。なのでそこを押すと、こういう画面が出てきます。で、これをオンにすれば有効になって、ここに5個の Wi-Fi の、ネットワーク名を打てるようになります。ここに Wi-Fi の SSID を入力された Wi-Fi につながっているときは、パスコードの入力がパスされるということですね。SSID というのはこちらに出ている数字のことです。数字だけじゃないですね。Wi-Fi のネットワーク名ですね。を、こちらに打ちます。はい。Wi-Fi 名を打ちました。これで多分、有効になっているはずです。では、一回消して、つけて、ロック解除。はい、このようにパスコードのロックが有効になっているにもかかわらず、無効状態ですね。はい、パスコードのロック、オンになっております。でですね、こちら。こっちか。Wi-Fi をですね、オフにします。で、ロックして解除。で、ロック解除とやりますとパスコードの入力が求められますね。はい。こんな感じです。で、Wi-Fi につながっていれば、ロックして、ロック解除。はい。
パスされますね、入力が。という脱獄アプリです。まあ、途中ね、ちょっと下ってしまいましたが、できましたね。家にいるときは、iPod、iPhone のパスコードのロックをなくして快適に使えますね。で、外にいるときは、パスコードのロックがあるので安心できますね。はい。こんな感じの脱獄アプリです。では、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。